また違ってくるじゃないですか、うん、女子はこうなる、女子はこういう感じで、でも男子だったらまたその美に対してのハードル一気に下がるじゃないですか。まあそれなんだろうなんだろう、ちょっと違うけど、女子はなんか本当にもう結構厳しいじゃないですか。うん、そうかもね。女の子はそれやっぱそうだもん。それがすごい私は不公平だなと思って。不公平だな。男子ずるいみたいな。ずるい。そう考えると自分あれって一瞬。うん、トランスして正解だったのかなっていう、なんか男になりたいと思うの。思います。めっちゃ思う。そうなんですよ。そのめっちゃ思いますよ。私戻りたいじゃなくてなりたい、なりたい。そうそう、生まれ変わったら男になりたい。俺も女の子いいなと思うもん。女って得だなと思うもん。俺やっぱり可愛がられるし、何やっても大体許されるし。ああ、うん、男子の人、なんか嫉妬しちゃいますね。どういういろいろと、どういう質問、なんだろう、楽しそうだなって。そうか、男子の楽しそうに見える。うん、どんなところが、ワイワイできる。ワイワイ、人目を気にせずにワイワイできる。なんだろう、女子がそれだったら、はしたないみたいな、はしたないみたいなこと言われるし、私はすごいそれ身をもって体感してる。おしとやかにしなさい、おしとやかにしなさい、女の子なんだからみたいな。で、男っていいなって、男っていいなって。男になりて。男になろうかな。この話面白いじゃん。この話君のチャンネルで使えんじゃん、今の話。この話、俺これ動画渡すわ、俺帰ったら。わかりました。あ、でもこのクオリティが嫌じゃなければだけど。あ、全然いいですよ。あの、なんだっけ、おもちゃ箱だったっけ、かのんちゃんの。あ、もう、いや、もったいないですよ。あっちの方で使ったらいいんじゃない。全然メインですよ、メイン級ですよ。メイン今の話面白かったよ。面白いじゃない、今の話。確かに、新鮮かもしれないです。ハイトさんのリアクションがあるから、引き立ちますね。あ、そうなの、うん、あんま話さないの、こういうこと一人で。あ、そうなんだ。他のコラボ YouTuber とも話さないです、全く。え、じゃあ行ったらこれあれつけとこうか。はぁ、カロンちゃんのカレーの動画見てさ、うん、俺ほら、コショコショコショリンゴとかやってくださいとかさ、はい、最後に変な声出してくださいとか言ってたじゃん、はい、俺さ、正直言ってさ、撮ってる時はなんでこんなことこれを俺にさせるのかなって俺思ってた、正直。うん、でもね、俺分かった、動画見て、はい、完成作品見て、あ、こういうことだって。もうだからカノンちゃんはこれ撮ってる時に編集のビジョンが見えてるっていうか、完成作品がさ、もうある程度計画されてるじゃん、きっと。あ、はいはいはい。だから、あ、それで俺にこういうことやってくれとか言ったんだなって俺すげえ分かったわ、うん、動画見て。うんうんうん。あ、やっぱり やるべきというか、やってて正解というか。あ、本当ですか。私たまにあれやんなくていいみたいなこと言われます。誰に鳥肌立つみたいな。誰に、なんか視聴者にたまに言われるんですよ。で、やめようかなって本当に思ったら。やめようかな。でもなんかやめちゃダメって、やめたら立つ、個性なくなるみたいな。だからあれですよね、ブンブンハロー YouTube ってことですよね。あ、そういうことだよ、うん。